23歳独身、都内 3LDK 一人暮らし。本日は10月31日。世間がハロウィン、ハロウィンと盛り上がっている中、この男はネット上から世間のハロウィンを監視していた。はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、ボドカです。はい、今日は何の日か知っているでしょうか？そう、ハロウィンなんです。いや、まあね、僕もコスプレして仮装して渋谷を練り歩きたいところなんですけれども、根が陰キャなもんで、本当にああいうとこ苦手でね、もうね、あっちに行ったらもう下向いてずっと歩いてるってぐらいね、本当無理なんで、今日はお家でハロウィンを楽しもうということで、で、ちなみに仮装もめんどくさいんでしないし、後ろの飾り付けとかも一切してない。ここら辺になんか、フォートナイトのね、可愛いね、こいつらがいるぐらいで許してください。で、私なりに考えた結果、セブンイレブンで、ただコラボ商品を買ってきたものを食べるっていうね、そういう結論に達しました。はい。で、まあ、これ食べてるだけじゃ正直面白くないので、まあ、今日はこいつを食べながら、フォートナイトの、僕普段フォートナイトやってるんですけど、フォートナイトでね、ハロウィンマップで、ハロウィンの音ブロックのすごいマップがあるので、ちょっとそれを見て、ハロウィンを味わいながらなんか食べていこうかなと思います。はい。それではやっていきましょう。どうしようかな。今日ご飯食べてないんで、まずこのよくわからないくっそうまくなさそうなダブルウィンナー&ブラックボロネーゼっていうね、ハロウィン仕様のブリトー食べていきたいと思います。俺ブリトーまあまあ好きで、昔よく食べてたんですけど、まあ、ブリトーってめちゃくちゃ太るんで食べなくなっちゃったんですよね。だからすごい罪悪感とともに食べるブリトーなんですが、なんかハロウィン仕様ってことに、ハロウィンのやつってさ、なんかちょっとさ、黄ばんでてさ、あんま美味しくなさそうじゃない？わかる？じゃあ、いただきます。なんかウィンナーの味しかしねえぞ。なんかハロウィン仕様とか歌ってますけど、なんか、全くハロウィンらしさもなく、普通のブリトーですね。普通のブリトーです。はい、続いてはですね、この濃厚ショコラサンドっていう、このサンドイッチと、あと、トロ生かぼちゃプリンね。こいつね。トロ生かぼちゃプリン。と、あと、これ。チョコレート。お化けのチョコレート。こいつを食べていこうかなと。食べながらフォートナイトちょっとやろうかなと思います。で、これもう、俺甘いもん嫌いでさ、マジで嫌なんやけど、ちょっと食べながらね、皆さんと一緒にハロウィン気分に少しでもなってもらえたらなと思います。今からお見せする、フォートナイトのゲームマップはマジでハロウィン味わえるすごいいいものとなってるんで、絶対に見てください。それでは、行きましょう。はい、それではフォートナイトでやっていこうと思います。フォートナイトクリエイティブのね、待機画面もこんな感じで超ハロウィン仕様。さすが海外のゲームやな。もうハロウィンバチバチにイベントやってきてるんですけれども、このね、ここで、さっきの島のコードを入力。そうすると、ここで出てきます。いや、すごいな、それにしても。僕もね、ちょっと雰囲気を出すために画面設定自体をこんな感じにして、ほぼエピックにしてやってるんですけど、すごくない？いや、すげえな。俺、フォートナイト最近全然やってなかったんですけど、もうここら辺のね、おすすめの島自体も、全部、こんな感じで、お化け系のやつになってるんですけれども、さあ、行きましょう。よし。ゲーム、スタート。これ、俺もまだね、ちゃんと自分のこのクリエイティブに入って見たことないんで、すげえ楽しみです。全自動じゃなかった気がするんで。
これでこういって、音ブロック系は確かここを踏むとね、なんか、あ、出てきましたね。これ抜かしちゃったりしないんかな。おお。おお、すげえ。これなんか音ブロックはテイガちゃんが作って、周りのこういう建造物は全部ネバティ君らしいんですよね。おー、すげえな。これ全部作ってんのやばない？普通に。やば。おー、すげえな。音ブロックもやばいな、これ。かぼちゃが、パンプキンが出てきています。おー、マジですげえ。すげえしか出てこないぐらい、すごいぞ。お、まだ続くのか。あー、これも凝ってんな。おう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 。なんか、雰囲気出てる、雰囲気出てる。おー、すげえ。やば、これ。やば。ようやるわ、こんなん。すごいな。これ壊したりできないかな。おー、すげえ。やば、女の人の声も鳴ってる。おー、やば。あ、ここで弾いてた手なんや、多分。違うんかな？そんな気がする。あ、すげえ。ちょっとすげえよ、マジで。なんか彼らも最高傑作やったとか言ってたんでね、本当に今までの音ブロックで見た中で一番すごいな。やべえ、壊しちゃった。やべえ、壊しちゃったよ。あ、でも、こっち側もちゃんと作り込んでんねんけど。え、ここも作り込んでんねんけど。やば。裏も作り込んでるっていうね。壊しちゃった。マジで申し訳ねえ。はい、ということで、いや、すごかったね。普通にやばい。普通にやばい。だからみんな、ぜひとも一回はね、体験してほしいんで、概要欄に島のコード貼っておくんで、ぜひともそちらの方から見てみてください。で、音ブロックを作ったテイカさんと、あと、周りの建造物とかをね、担当したネバティ君のチャンネルとかツイッターも貼っておきますんで、もう本当に二人ともね、すごいんで、ぜひともチェックしてみてください。はい。ということで、僕は今からこの、トロ生かぼちゃプリンと、このね、濃厚ショコラサンドの余りと、まあ、こいつはちょっとかじる程度なんですけど、こいつをちょっとね、まあ、言い方悪いですけど、僕本当に甘いもの好きじゃないんで、処理していきたいと思います。なんか、チョコが若干、ほんのりビターな感じかな？なんか、めちゃくちゃ甘いみたいな。感じのチョコではなかったんで、まあ生クリームがね、中に入ってるから、ちょっとここだけ、あんま気に食わないところではあるけど、うん、なんか、思ってた以上に甘いけど、まだ食えるって感じなんで、これは良かった。うん。うん、ブリッドは後に残しとけよかったレベルやもん。で、次ね、このトロ生かぼちゃプリン。俺の夜ご飯これですからね、本当に嫌。で、トロ生かぼちゃプリン。かぼちゃが苦手な上に甘いものが嫌いっていうね。そのダブルパンチの中で食べていきます。うわ。うわ。ちょっと待てよ。これ大丈夫か、俺。いただきます。うわ、もうこれ地獄や、俺、これ。マジで。うわ、まず、味が多分かぼちゃ漬けは美味しいのかもしれ、あかんわ俺これ。もう食感も無理やし、味も無理やし、鼻に抜けていく香り、すべてが不快や。うわ、まずこれ。え、ほんまにあかんねんけど俺これ。カラメルの主張も強いし、下から出てくる、あかん、マジでまずい。まずいじゃない、苦手。まずいって言い方はあれやけど、苦手や、ほんまに。あかん。胃が悲鳴あげてる。もう甘いもんいらんっつって。
あー食い切った。マジで完食した。えらい。褒めて。完食。うわ、これまっつマジで。無理やわ、ほんま。そしてラスト。こいつですね。はい。なんか棒取れちゃったんですけど、最後ね、これ。こいつ食べます。はい。うわ、もう。ちょっと一口だけで勘弁してください。あとは、ちまちま食っていこうと思うんで。食べます。なんか頭からはかわいそうやと思ったけど、頭から食べます。いきます。うん。ああ、甘い。ちょっとこれ全部はマジで きつい。うわ、マジで胃もたれやばそう、これ。はい、ってな感じで、今日はボドカのハッピーハロウィンということで、やっていきました。ハロウィンは、僕はやっぱり嫌いです。